皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはバックスイングでの上体の捻転しっかりとできているかどうかというのをチェックしていきたいと思います。どうしてもですね、よくレッスンで見ているとバックスイングで力が入りすぎてしまって、グリップに力が入りすぎてしまって、クラブは上がるんだけども肩のラインがしっかりと回っていないパターンが非常に多いです。このように肩が回っていないとダウンスイングで体が開く打ち方になってしまって、インパクトですね、この肩がオープンに入ってスライスになってしまうというスイングをしている方が非常に多いので、今回このレッスンをさせていただきます。まずですね、バックスイングでの肩の捻転というのはもちろん90度を目指して上げていきたいんですが、ここで左の肩と右の肩の関係見ていきます。ここは背中にこのように鉄板がペタッと貼られているようなイメージで、ペタッとこういうふうに貼られているようなイメージでバックスイングをしていくので、左肩だけ回って右肩が回らないといったように、ここが縮こまるような動きというのはスイング中はありません。このここは鉄板が貼られている、ここピタッと貼られているので、このままこのように向けていくというのが正しい動きなんですが、どうしても右利きで右スイングの人というのは右手に力が入りすぎてこのようにバックスイングをしてしまう、右の肩もっと回してくださいっていうような方が多いです。なのでこの右の肩をしっかりと動かすっていうことを意識をしていきます。でこの右の肩が回らないパターンとしては、力が入りすぎてしまってこのようにですね、この肩と右の頬が近づきすぎてしまうとトップの時にこのような形になってしまいます。実際こんな風になっていないって思われるかと思いますが、実際になっている方非常に多いので、今回はこのようにですね、バックスイングを上げた時に右の肩をちょっと自分でクッて落としてみてください。肘の位置を変えずにクッと落としてみてください。あ、ここで肩がこんなに上がってんだなっていうことに気がつくことができます。このようにグーッと上げていくと、あ、トップできてるなって思うかと思いますが、この時に右の肩をふっと力抜く、そうするとこの首のラインからのこの距離が離れていきます。このようなアドレスの状態でこのようになっている方も気をつける必要があります。やり方ではなくてこの撫で方ですね、いうような形で構えていただいて、この撫で方のポジションのまま回転をしていくっていうのがポイントです。途中で右の肩がやり方にこのようにキュッと上がってしまうと肩の回転っていうのは止まってしまいます。ここをですね、一度チェックをして状態のねじれをしっかりと作れるようにしてみてください。今回気をつけていただきたいのは、このようにアドレスを取ります。構えた時に左の肘の裏側、この折れ曲がるところですね、ここのラインと右の肩の距離が縮まらないようにスイングを意識していくってことが大事です。ここの時に右の肩にこのようにここに当てて、ここでこういうふうに棒が刺さっているようなイメージで上げていくと、この右の肩というのはこの棒に押されて上がっていきます。これが右肩が回らない人というのはこのようにこっちから突き抜けたような形になってしまって距離が縮まってしまいます。ここの距離をトップで変わらないという意識を持ってスイングをしていくと正しいトップ作りやすくなってきますので、ぜひ一度この部分ですね、今回確認をしてみてください。これでスライス止まる人非常に多いので、ぜひ一度皆さん試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。